ケイ。皆さんこんにちは、ケンタです。この度ご報告があります。来年2022年5月中旬イギリスに行きます。イエーイ。イギリスに行く経緯としては YMS っていう、まあ、簡単に言えば就労ビザなんですけど、2年間行ける就労ビザに当たって行くことになりました。で、3ヶ月、2月から5月までに行けばいいので5月に行こうかなって思ってます。理由は寒いのが嫌いだからっていうだけなんですけど、日本でもやりたいことがもうちょっとあるのでやってから行こうかなって思ってます。で、イギリスに行く経緯をちょっと話したいなって思うんですけど、もともとは僕本当に英語っていうものがすごく苦手意識があって、なんだろう、英語って聞いたらえって感じちゃうし、洋楽のあのノリノリな感じはいいんだけど、英語ってなるとなんか全然喋れないし、 Hey, how are you? とか言われても、うん、あ、yeah, I'm good みたいな、そんな感じのずっと学生生活を過ごしてきたんだけど、もともと大学までバスケットボールをやっていて、で、バスケットボールの何こうホームベースってどこなんだろうって考えた時にアメリカだったから、アメリカにちょっと留学がしたいって思って、アメリカのサンタバーバラっていうビーチがあるんですけど、ビーチとかいっぱいね、そこに留学しました。そもそもそこには日本人が少ないって留学の先生に聞いてたし、現地の人がいっぱいいるって聞いてたから行ってみて、まあ2ヶ月、1ヶ月半行ったんですけど、本当にいい体験でした。で、そこからなんて言うんだろう、英語っていうものを話せなくてもいいんだけど、話せたらもっとそのアメリカ人の、アメリカだったからね、アメリカ人の人の考えがすごいダイレクトに分かったりとか、バスケットボールももうなんて言うんだろう、アメリカ人の人とか、そのUCSB っていうのかな、 UCSB のコーチとかと何回かやったことがあったんだけど、なんかそういうところでも何生の英語に触れられて、あ、この表現わかんないからちょっと英語勉強したいなみたいな、そのコミュニケーションスキルとしてもっと勉強したいなって思って、こう英語を勉強し始めようって思ってます。結構サボってて、あのカツを入れなきゃいけないんですけど、で、イギリスはブリティッシュ・イングリッシュって皆さん知ってると思うんですけど、それを勉強しに行こうかなと思っていて、いろんな英語に触れることでもっともっと自分の可能性が開けるんじゃないかなって思ってます。で、中学生の頃からの夢だった消防士を辞めた時に海外に出て、自分の、なんて言うんだろう、自分の力でお金をもらう、海外でお金をもらうっていうのはすごい大変なことだから、それをやろうと思ってワーキングホリデーをやろうって決めました。だから来年の春っていうのかな、5月から2年1年8ヶ月ぐらいだと思うんだけど行ってきます。はい、それもどんどん載せていくんですけど、で、将来的な夢は、今僕20代後半なので、あと何年、何カ国かは旅ができるので、例えば1年半はイギリスに行って、次はカナダ行って、オーストラリア行ってみたいな、そんな夢をどんどん叶えていきたいなって思ってます。で、この僕の行動を通じて何をどんどんと発信していきたいかっていうと、まず英語が嫌いな人、日本人で日本生まれ日本育ちの人でもいろんな可能性をこう身につける、可能性を知るために海外に行けるっていう、このなんて言うんだろう、可能性に自分たちは満ちてるんだよっていうのを広めたいから、まずやってみる。で、2個目は、僕今ゴリラヨガっていう活動してるんですけど、ゴリラヨガを各国の、もう例えばイギリスもそうだし、ヨーロッパのイタリアとかもそうやけど、なんかそういうところからいろんなルーツをこう探して自分の糧にしていきたいなと思って、世界のヨガを受けてみたいなって思って海外に行ってみようって思いました。だから、あの怖いこととかいっぱいすごい今あるんですけど、それを乗り越えられればいいなって思って発信を始めていきたいと思っています。はい。で、ヨガも本当に可能性しかないなって思うんですけど、前はすごい嫌だなって思ってた、自分すっごい足太くて太ももとかも太いんだけど、その太もも太いとヨガができないとか、例えば体が硬いとできないみたいな、なんかそんなのって勝手な自分の固定概念でしかないなって思って、足が太い、例えばラグビーやってて
でもヨガやりたいっていう友達もいるし、そういう人たちでもできるんだよとか、いろんな人もう何歳になってもヨガはできるんだよっていう可能性をもっとみんなに広めて、で僕は消防士の時にあるヨガスタジオ、大手のヨガスタジオで3回3000円っていう体験を、ヨガをそこで出会って、でヨガって自分とつながることなんだってところに気づいてから、めちゃくちゃ自分の次の行動がめちゃくちゃマインドフルになるから、なんかそのマインドフルになって自分の行動に責任を持てるっていう、周りの若い世代もそう、同じ同世代とかもそうなんだけど、なんかそういう人たちをもっともっと増やして、みんなが平和で笑顔にいれられるような、こう日本を作っていきたいし、世界を作っていきたいと思うから、なんかいろんな人たちとつながって毎日を楽しんでいければいいなって思ってます。だからインスタグラムではもちろん発信していくし、 TikTok でも Twitter でも発信していこうと思うから、なんか皆さんのご意見とかサポートがあれば嬉しいです。それではよろしくお願いします。